新齢人ラジオフリーアナウンサーの総口昭久ですフリーアナウンサーの総口昭久のみです<笑><笑>あのー、なんでこんな事態になってしまったのかという、うん、あのー、これまで何週にもわたって、えー、福山雅治さんがねまさに今もうオンエア中ですけども TBS、えー、日曜劇場「ラストマン全盲の捜査官」えー、福山さんは主人公の全盲の、ね、FBI の都合で捜査官事件を終わらせる男ラストマン、えー、南宏美を演じてるわけですけども <laughs> そこの撮影現場にお邪魔して、えー、様子を伺いながら、えーね、直撃したりして、まあ、だからあの大体福山さんに会いに行くという感じの始まりだったんですけども。 ついに愛にすら行けなくなってしまったアハハハハじゃなくてタイトルコールだけは毎回もらってたんですよねタイトルコールは二回前はねどさくさに紛れて DSP さんのモノマネでいいんじゃないと思ったら <laughs> 意外に世間の反応は厳しかったということで <laughs> 何でも許すことじゃないっていうねいや DSP さんこれ緑山なんで行けばいいじゃないですか行けないんですか行けないんですよ今週 だって福山さんから今までも、はい、今日無理だよっていう時も呼んでたじゃないですか私はっと、はい、今回はですね、ええ、あのいつもソングさんに来ていただくロケは大体週末じゃないですか <laughs> あの大体いい日曜日がね、はい、多かったんですけども結構遠く行っちゃうんですよえ緑山緑山もちょっと郊外ですけど、はい、じゃないんですかもっと遠く行っちゃうんですよ、うん、だから私とか気軽に「ダマー!」って <laughs> 行って、取れなかったっすって、そういう冗談で済まない感じの場所に行っちゃってると。あれ、でも、これ、そうさん。いいですか。ちょっと、じゃ、あ明日とか、さって,て,て<笑><笑>どこか聞かないと、分かんないよね。なんか。離島とかじゃない。<laughs> いや、離島じゃないですね。山奥とかですか。山梨県の。あまあ、アミューズのある方とは、真反対側の。あ、山。じゃあ、あのー、富士五湖とかの辺りじゃない方い。じゃない方の山梨なんで。 はあ、結構遠い,、ね、いや湖じゃなくて山梨の山の方ってことですか、はい、なんかこう行楽シーズンも入りましたんでこれ収録してるて収録は、えー、まさにゴールデンウィークの直前に収録してるんですけども、はい、これね聞かれてる方はゴールデンウィークもう最後の方ですかね,すね、はい、の方もしくはあのディレイ地域は別としてもね、はい、今までもラストマンって結構地方っていうロケしたりしてるんですか地方ロケ多いですね多多くままああいいというか 前も多分話あったと思うんですけど茨城に、うん、あ栃木に行ったりとか行ってました、ね、そういうことね神奈川も行きましたし<ー>、えー、千葉も行きましたしあ<ー>、まあ、いろいろ県はまたいでままあ各話ごとにその舞台も違うから、うん、毎回違う場所に行って撮影してるっていうね、はい、あいやだからね、まあ、あのこの収録してる段階ではまだ第1話しかね、うん、放送になってないんであの1話の話はもうしていいと思うんですけれども、はい 1>, あの1話であの宮沢ひおさんがまた宮沢ひおさんって今本当に脅威のある役者さんで結構大役をガンガンにゲットして映画なんか連続で出たりねされてるんですけどでその宮沢ひおさんがお母さんと一緒に住んでいるあのアパート私あのね見ながらみんながどんなことでつぶやいてるのかなとか見たら「ああこれあれだそううちが行ってたマンションだ!」。違うっ,つって <laughs> 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 お母さんあれ明らかにお笑いの人じゃねえじゃんあれ、はい、<laughs> 有名なお笑いの人っつったのに、はい、あれですね台湾料理屋があったあのあたりですあ,うあそうなんですかあれはでいやでもあれ見てる人「おい曽口があのほら <laughs> 無理やりあの、うん、乗り込んでたあの部屋でちか <laughs> <laughs> ありましたね、うんまあんまり言うとあれかと思う違うだからいろんなあの部屋でやってるあれもだからも,もしかしたら普通にマンションっていうかあ,あそうですそうですやっぱそういうことも私も第1話見てあ 他の場でもやっぱりいろんな部屋が出てきたりするんだと思って。ーまあ犯人はね。犯人の生活が映ったりしたら絶対部屋出てくる。でもそれもロケ地ロケでやってんだなっていう。のがね。うん、まあ、ただこれはあの？今日は福山さんがこのそ話にいないので、まあ、私が代わりに。 あの本当に申し訳ないんですけれども、えー、ただあの毎週毎週その撮影現場の近くで撮影に触れてるものとして代わりに言わせていただきますけどもね今のところ第1話だけが放送されてますが視聴率等も含めて概ね好評だということで。<laughs> 俺が言っていいのかっていやでも私はラストマンに関係ない素人としては一番ラストマンに近い男ですから」「<laughs> もう最近現場で顔パスになってきてますので」「半笑いでまた来てやがる」「<laughs> 来てやがる」ですからねなんか「また来てやがるよ」取れねえくせにっていうねまあそういう立場で言わせていただきますけど概ね好評ということで素晴らしい感じの勢いのいい出だしをあのスタートダッシュ決めたということですけどもえ改めて言いますと4月23日にオンエアされました第1話。 関東地区での世帯視聴率は14.7%あとそれ以外が面白いんですけど大阪とかじゃなくて福山さんの地元ね長崎では18.2%大泉洋さんのふるさと北海道では19.4%今時20%に届くドラマないですよなかなか。 さらに TVer での再生回数ももうす、ね、でに100万回突破っていう <laughs> あの私もごめんなさい、もう全然テレビ畑じゃないんで詳しくないんですけども今っていうのはあの小原さん、はいあの、もちろん世帯視聴率とかね、うんはい、あと何ですか個,<人>個別個人視聴率個人視聴率か、はい、であとさらにもっと大事っていう人もいるぐらいのが TVer でどれぐらいの人がお気に入り登録していて見てくれるかということなんですか、うん、小原さんそうですね。ただこれ100万回いうののは収録時の数字なんで <あ>またこれ放送してる時はまた分かんないのでこれってだからラストマンって面白いらしいぜっていうのが伝わっていくると何、うんはい、じゃあ見ようかなっていう方が TVer で追っかけていくっていうそう,、ねうん、そういうこともある全て今のところ軒並み大ね好評大,大好評のコースターと切っているということになっています、うん、まあ私もねあのちょっと冗談めいて、あのー、映画化見えたっていうね <laughs> 映画化もうこれ予言しておきますよ、えー、まあタイトルは、えー、ガリレオバーサスラストマンであのもうポスターも見えてます完全に、はい、えー ガリレオとラストマンが両側から、えー、五道慎太郎の腕を組んでるっていう <laughs>、えー、<laughs> 3人ならさらに無敵って書いてあるっていうなんかルパン VS コナンみたいな、ね、そうです、ね、それ、うん、頭にありましたルパンとコナンのやつね。<laughs> うんうんうん いやそんな無茶な共演と思ったけど意外になんかっっくりくりるっていうは、ねうん、ただ一人二役なんで撮影がちょっと面倒くさくなりますけどでもほらそこは大泉洋さんの、ね、<laughs> いや最近だってほらあの生身の人間と CG のキャラとかねあの合成技術もすごいもうあの自然にできますからガリレオとラストマンがすごいあのまさに。 え難敵というかねえ難事件を両側から全然違う方向からアプローチしてえその真ん中で大泉洋さん演じるあの後藤慎太郎が振り回されに振り回されまくるっっていうう面白そうですすよね,ね <え S 2> どっちが解決するんだっていう。 だってラストマンは基本的にあのちょっと解除してくれる方も必要な時が多いじゃないですかだから五藤慎太郎をこっち側引っ張ろうとすると実に面白いって言いながらこっち側も引っ張られて「おーい!」みたいなほ <laughs> っとくとあのガリレオがめちゃくちゃなことを始めるからガリレオ先生が「<laughs> ちょっと待ておーいおーい!」とかって <laughs> これ大ヒットするんじゃないですかすごく無責任に言えば見たいですよね見たいですよね映画業界も,もう 8ちゃんだとか6ちゃんだとかじゃなくてもうがっちり手を組んで、うん、ねえ私行ったんですよ一人アベンジャーズだからもうなら福山さんがやってた、あのー、今までの人気キャラ全部出てくるっていう刑事関係なくいやもちろん事件現場は一つやの下ですよそれはっだって「あのスター・ウォーズ」だって、うん、あのレイヤー姫のね、えー、方がお亡くなりになったんですけど出てくるから。 うん、昔撮った映像で、うん、だって一番最新作出てきましたから、うん、前撮ってたやつ使ってないやつとかで、うん、合成ででこれから「スター・ウォーズ」まで新しく始まっていくって話なんですけど、うん、それにもやっぱレア姫出てくるそれは若い頃も出てくるんですけど、うん、でもほら昔のやつも多分絶対撮ってて使ってないやつで,すでだって福山さんだってさんざん撮って使ってない映像とかあるわけですから一つ屋根の下の若い頃の福山さん アクスタと同じですよだから。はい,はい、いろんな年代の福山さんが出てきても見える人が頭混乱するっていう。<laughs> どっち見てもど,どの人のも福山さんいっぱい出てくるっていう。ちょっ今日いつも以上に好き勝手じゃん。<laughs> <laughs> だっていないから。まあね。頑張んなきゃって気持ちありますよね。いや楽しいです。いやこうどうかと思いますよこれ。はい、ガリレオバーサスラストマンみたいなね。うそうあのー。 まだこれね収録してる段階だと第1話しかオンエアされてないんで、えー、ラストマン第1話を見た方からもたくさん感想が届いております、えー、紹介していこうと思いますまず一つ目の感想はこちらです、えー、静岡県のみゆちゃんねいつもありがとうございます接客業とか渋谷のラジオで聞いていただいております渋谷のラジオで聴きの皆さんみゆちゃんコンチテージンコンラストマンと。 ラストマンそうだやっぱ、ね、ドラマ始まったらそうですよね「両までのこのは龍馬伝」とかもありました第1話見させていただきました冒頭のアウェーな感じがありそれがだんだんと溶け込んでいく雰囲気になり見てて引き込まれました私が苦手とするえ周りにお願いしたり頼ることを、えーね、福山さん演じる、えー、ひろみさんは感謝をしながらしていて自分に足りないところだなって感じさせられましたそしてひろみさんののセリフの中で 確かに今の社会は弱い人はいらないという考え方です。でも排除された人たちでもやれることはあります。それを見つけ出すのはとてつもなく大変なことですが助けてくれる人は必ず言います。世の中には不必要な人間なんていないんです。という言葉がありました。涙がほろりと出ちゃいました。なんかマシャ本人が本当にそう言ってくれてるみたいな感じがしました。ひみさんの中身っっててマシャみたいだなって 上からな言い方になってしまいますが、えー、マシャに合っている役柄だなって思いましただから自然と心にスーッとこのセリフが私の中に、えー、私の心に入ってきたのかなって、えー、第一話内で気になるセリフが出てきてどんな展開になっていくのか楽しみです、えー、どんなつながりが待っているのかあとお蕎麦食べたりフレンチトースト食べたりロールケーキ食べたり、えー、この時間に飯とロすぎます確かに美味しそうなものいっぱいあった え仕事から帰ってきてギリギリリアタイできる状態で見ててえ何もご飯食べられない私にはきつい笑いねえ最後に出てきたお抹茶のロールケーキ買って食べましたねまあコラボ商品で買ってる方も多いみたいですよなんかね確かにただやっぱりねそう言いながらもあのおそばねそばチョコにおそばそばつい入れる時にこう耳でこう聞きながら多分普通にやるとあれこぼしちゃいそうになると思うんですけどねあなるほどそういうこともねあ,あの。 まさに、えー、全捜査こういうことになるのかなと思いながら見てましたけどもね神奈川県のエミちゃん渋谷のラジオで聞いていただいておりますエミ、えー、ちゃんね、えー、そして渋谷のラジオで聞いている皆さんこのラストマン」「ラストマン期待していた以上に面白かったです」と第1話の最初から最後までずっと面白くてあっという間の1時間25分でした展開にドキドキしてツイートするのも忘れて書き込まれてしまいました え南さんは少し癖があるつかみどころのない印象を受けましたがキャラクターが完全に確立されていてスッと入ってきましたえマシャ結構前から南さんのイメージ作りをされていたんでしょうか南さんと五道さんがこれからどんな関係になっていくのかとても楽しみですそして南さんと五道さんの過去のつながりも気になりますそしてこのラストマン第一話にして響いたセリフやシーンもたくさんありました特に南さんが言った 昔と比べればテクノロジーの力によって多少は自由に動けるようになりましたあとは周りの人たちが一緒に働いてくれるかどうかというセリフは考えさせられました「えー、マシャこの第1話で心に残ったセリフはありますか、えー、残念ながらおらん」<laughs> えー、来週も楽しみ、まあ、これは福山さんね実際にこうお話し聞ける時にいろいろね第1話もしくは第2話についても、ね、お話し伺っていこうというふうに思いますがね。 確かに、まあ、もちろんねその脚本家あの黒谷さんが書かれたセリフではあったりとかするんでしょうけれどもえでもあれですよね最後の第1話の最後ってあれアドリブで言ったんですよね「あアドリブですインスタ始めますか?」とか「インスタ始めますか,か?うん」かは、うん、あのもしかしたら脚本に書いてあったかもしれないけどその後 M‐1」でも出ますかっていう <laughs> あの,後のあの「インスタ始めますか?」のとの「始めません」はちょっと間があって、えー、あれは五道慎太郎だったんですけどその後に福山さんが多分それは「 隠し持っていたあのいきなりの攻撃で最後に M1 でも出ますかの時に M1 でも出まぐらいで出ませんってあれはね完全に大泉洋の間だったんですよ <laughs> あのかぶせは <laughs> 普通にあの捜査官の人はあんなまでかぶせて来ないんですよ <laughs> <laughs> すごい反射神経で不意をつかれて、うん、あのかぶせてきたねあれはね素が出てるんです完全に <laughs> ちょっと待って「出ません」じゃなくて「出ません」でもうす <laughs> <laughs> ねえあやっぱりねあれはねなんかあのそうなんじゃないかなんて話もありましたけどね、うん、徳島県のぴよひよこちゃんラジオ関西で聞いてらっしゃいます。ララジオ関西でお聞きの皆さんんヨヨちゃン、えー、ストマン えー、福山さん主演日曜劇場「ラストマン」初回25分拡大版見ましたハラハラしたりドキドキしたり福山さんと大泉洋さんのやり取りにクスッと笑ったり見応え十分で毎週日曜日が楽しみになりましたその一方で第1話の内容になんだか心が痛みましたというのが犯人の犯行動機が中学生時代のいじめいじめた人への復讐 いじめた人は何とも思ってなかったりするけれどこれって今でもあちこちであってもおかしくないことなのではないかと思い、えー、事件解決してよかったけれど犯人がかわいそうでつらかったですとこうした事件が起きないようにいつからどこから解決していけばいいんだろうと考えさせられました。 でもでも福山さんが演じる南さんはやっぱりかっこよくて、えー、来週以降も日曜21時はテレビの前で正座してみますと、まあこれは福山さんもおっしゃってましたけども、あのー、今回通海エンターテインメントに仕上がって極上のエンターテインメントに仕上がってるんだけれどもまさに今の時代ならではの えまあ多少ね重かったりすることもあるかもそういうテーマがまさに今のえ日本が抱えているえ問題だったりそういうものが毎回の話出てくるんですよとまさにそういう感じでしたもんねまさにそれをあの見事に宮崎洋さん演じてらっしゃいましたけど他にもねもうたくさんいただきましたありがとうございます。あのこれからも毎週えね福山さんがいる時に読んだりもするかもしれませんしえもしも福山さんがあのいらっしゃれない時でも私が皆さんの感想をね代わりに読んだりしますんで。 ぜひあのー、あとねあ考察ね、はい、あのー、第1話の時にもね、うん、41年前のあの事件を南調べに来た日本に帰ってきたんじゃないですかみたいななんか気になることが、うん、もしかしたらこれこういうことなんじゃないですかみたいな。 ねええー、こんな裏があるんじゃないですかとかね、えー、その辺も福山さんにぶつけてみたりしようかなと思ってますぜひぜひ皆さん「えー、地底人」「渋ラジ」.com に送っていただければというふうに思います、えー、日曜劇場ラストマン全盲の捜査が日曜9時から、えー、大好評オンエア中ですこの後もぜひぜひ見ていただいて感想を送っていただければというふうに思います残念ながら この現場に、えー、に福山さんんいいららっしゃらないんでタイトルコールなんですけれども、えー、もうね、えー、DSP さんのものまとね私で、えー、ジェネリックなタイトルコールするのはもうちょっとね懲り <laughs>、えー、たので懲り <laughs> たのでね <laughs> まあ緊急事態ということで今週は、まあ、これまでねもう何年にもわたって何度も何度もやってきました福山さんのタイトルコールの中からディレクターの佐藤ちゃんが至極のテイク 毎回なんかふわっとやってないんかそれは力入れてないでしょいやちゃんとあるあるんだ聞いてみたいよそんなうまくいってた別にそんな失敗もしてないと思うんだけどまさにキングオブタイトルコールっていうねえいきたいと思いますではお願いしますあっ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 あ 四月二週目のタイトルコールであるさあ今日は久々になんと総口さんとガラス越しに対面しておりますでは今夜も行ってみよう福山雅治と総口明日さんの地底人ラジオ君待ちリクエストですえー、すみませんねこれまで私総口が、えー、読ませていただきますけれども山梨県大井間 福山さんが撮影でいるところ、うん、山梨県山梨県のもっちゃん、えー、56歳女性介護士のお仕事をされていらっしゃいます YBS 山梨放送で聞いていただいております YBS 山梨放送でお聞きの皆さんそしてもっちゃんこんちていじ周りの木々もだいぶ青々としてきましたね初夏を思わせるような季節になり毎年恒例のお米作りが始まります私の生まれ今日 山に囲まれた小さな棚だ年々年を重ね今は腰が曲がり昨年できた農作業ができなくなった父の姿を見るたび何とも言えない寂しさを感じます先日田んぼの草刈りから苗作り、えー、父の代わりに初めて挑戦しましたなかなか父のようにはできませんでしたそれでも父は何も言わずありがとうありがとうと本当は父が楽しみにしているお米作り悔しいと思います 今まで頑張ってきた。父に代わり、父のためにも私が頑張らなきゃ。美味しいお米を食べさせてあげたい。親孝行したい。改めて思いました。父の手が大好きです。絶対頑張るからね。ねねねね。道しるべリクエストよろしくお願いしますと。といやー、そのもっちゃんがあのー、本当にあのー、お父さんのことが大好きだからごめんねって。まあてか。まずもっちゃんがお父さんが作るお米が大好きなんでしょうね。うん 超ししいんでしょうただ、まあ、別にこれは私だけの意見じゃなくてみんなこれ聞いてる皆さんも思ってると思いますけどお父さんが一番嬉しいと思うよ <laughs> ねえだって多分あのもっちゃんが私がやるって言わなかったらあの廃業しようかなっていうかね <laughs> そういう方も多いと思います <laughs> あの後継者がいなくて、まあ、農業やめようかなってね<笑><笑>あの私に代で終わりでいろいろ大変でねもう体も疲れる大変だからもう若い人はやんないよなんつってやめる方も多いというふうに聞いております。 そんな,なんかもっちゃんだって介護の仕事をねえ大変な仕事をねえしながらもだってお父さんのためにこんなふうにだって田んぼの草が大変な仕事ですよね、うん、私もなんかちらっとやったことありますけど、はいあのー、手作業で草刈りやって苗作りやって、うん、ねこれからじゃあゴールデンウィークとかねそうですよねその花ってころにあっそうかそうかあのーーいわゆるコンバイン的なものができない。 出たよ種まく人 <laughs> <laughs> そうか棚田ってほら、うん、見る分にはとても綺麗ですけど機械でガーンってできないからできないので本当に手作業なでですすすすねお米たことありますけどすごい大変ですです私もなんかあの苗植えたことありますから <laughs> 本当に腰痛くなるんですよね、うん、ずっとねしかもまっすぐ植えられないしまっすぐ慣れてないからってあるんでしょうけど、うん、ねいやこれお米大変だろうけど、うん、楽しみですねお父さんが多分一番楽しみに、うん、それを一番最初に新米食べるのをね 楽しみにしてらっしゃるでしょうけどねあと父の手が大好きですとおっしゃってますけどもその介護のお仕事大変なお仕事やってるもっちゃの手もね働きもの手で素敵な手だと思いますよねえー、じゃできたらお米送ってくださいじゃ福 <laughs> <laughs> 山さんと食べようかなと <laughs> え嘘ですよご,ごめんなさいねえー、あとまあでもごはあ飯ご,ご飯があって食べる気まんまであの できたらとか苗が育ってきたりとかしたら写真送ってくださいよ、ね、こんなふうに育ちましたとかねぜひぜひ見てみたいですね <laughs> では、えー、頑張ってるもっちゃんからの、えー、ねお父さんに送るリクエスト福山雅治さんで道しるべきて TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官今日はね福山さんの撮影が過境の過境に入っているということで私総口が福山さんの、えー、仕事場アトリエ草案から福山さんの椅子に座ってお届けしておりますさあここでお届けするのはああのー、あの福山さんが実はねあのラジオセルフィーで、えー、撮ってたんだけども今まで、えー、放送されていなかったというね、うん いいいいわゆる新トーク卸をここで行いたいと思いますあのどういう時に撮られたものかというとあのこの間放送されましたよね弾丸、えー、グルメツアーっていうね、はい、福山さんと大泉さんと吉田洋さんが3人で、えー、あの車の中のシーンとか超面白かったんだけどあれ明らかにブロス TV の感じがすごいしかんでそういうところで培ったものを存分に発揮してきたっていうね。<laughs> 来ましたっていうねあとはほら皆さんご覧になった方も多いと思います新幹線をねあんなことやるんだと思って相当これ手間かかってるぞと思って貸し切りで貸し切りもすごいけどあれ結構カット数すごかったですよねどうやってね編集のスタッフの方の短時間のいや大変だったと思いますよだって だってとはいえだってあんなにほらまあ正直言って日本を代表する役者さん3人揃ってるわけだからあんまりパッパパッパ育つにやるうにいかないわけでちゃんとね本人が納得いった感じでいきたいっていうね意外に緊張感あったと思いますよそこって笑えたけど短時間でね,間でね皆さんリキュールあるからあれですけどまあそういうのもあってっていうで DSP さんその合間にも回していたっていう。そうなんです 本当にもう行き着く暇もないですよね。もう休めないっていう。<laughs> そうですね。この時期多分僕が一番そのサイコパス感を発揮してた時期で、<laughs> あ<ー>もうお願いします回し切る際っていうのをこう<あ>お願いしますお願いします。そうかお願いしますと渡してたわけですね。この時期はもう足りないんでお願いしますお <laughs> <laughs> って言ってえ。えダニエルさんダニエルさんとかにあの対応するスタッフに頼みますよっつって。これあの。<laughs> 必要なんでちょっと絶対何か取ってきてって言うと、何々取って、ああ、だけども今までオンエアはできなかったっていうね。そうですね。あのー、これはもう本当にドラ番組がオンエアになったとじゃないと、うん、だ多分ねあの、はい、ネタバレになっちゃったりもしますからねら。ネタバレもありますし、ねあのー、爆笑の VTR の間に福山さん一体どんな、えー、ねことを考えどんなことをお話になってきたのか、えー、スペシャルバージョンですラジオセレブを聞きください田藤さん。 えー、3月14日時刻は朝6時15分です福さんおはようございますおはようございますもう朝の4時からスタンバイしてす、ね、持ってます持ってます、はい、6時6時の新幹線に乗るというですね朝の4時からこれ何何かのスペシャル番組なんです、はい、何かのルーズソックスを履いてる女子高生がいる、はい また流行ってるらしいね、なんかルーズソックスは。ですね。うん、僕の世代でいう。戻ってきてる。ババ戻ってきて、東京駅に。ルーズソックスの人がいて、なんかタイムトリックしてみたいな感じ、ね。うん <laughs> すね、さあ、今日はもう、なんと一日かけて。はい、東京から京都。京都から富山。富山から。金沢。 金沢東京都一日で回ってくるハードな仕事ですはい非常にこんなにまあ移動ばっかはなかなかまあそれこそホットスポットを思い出すぐらいないやいや全然そんな過酷じゃないですあそうですもうむしろあのすごく贅沢な時間ですよはいはいあのありがたいことだなと思いますよ本当にこういう ここういういとでもなければ一生こういうことしませんからそうですよねああすさあこれから、えー、14番ホーム15番ホームどっちですかね今日名古屋新大阪ホームへ、はい、向かっております新幹線のの運もはツアー以来ですよねさあ今日一日始まります よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えー、時刻は午前9時になりました。えー、福山さん移動してまいりました。ご疲れ様です。京都に着きましたね。そうだ京都以降の京都に着きましたよ。こんなに早く出るとこの8時とかもう8時台に。 京都に着いても9時過ぎには目的地に到着するんだねすごいですね日本のインフラすごいねですねうーんで今日はその弾丸ツアーの舞台裏をお送りしてるわけなんですけども天気いいっすねそうですね昨日と打って買ってすごい青空が広がってますが ねえ京都でこんななんか春の陽気の京都に来るなんて僕あの、ね、いろいろ考えたんですよ昨日撮影、まあ、昨日の撮影大変だったじゃないですかみなとみらいでヘリポートでヘリが着陸してでエキストラの皆さんも100人くらい集まってで壇上で長台詞のスピーチみたいなんで,で雨が降ってヘリが飛ばなくて取りこぼしてみたいなことがあって。 あ明日弾丸ツアーなのになあの時間が押したんでね撮影の時間が押したんで、はい、睡眠時間がなくなって弾丸ツアーの体力があのちょっとなくなってしまうのか大丈夫か俺なんて思ってたんだけどでもよく考えるとじゃ自分の人生でね今日回るようなコース、はい、移動の仕方 レストランの抑えやるかって自分で考えた時にこれ絶対やらないんですよ。ということはこれはやっぱりこの弾丸ツアーを企画してくださった TBS さんのスタッフさんの皆様もマネジメントもそうですよねあのそして各、まあ、大泉さんと吉田洋さんですけどご本人たちとマネジメントの皆様 皆様の思いがあって生涯でただ一度のこの弾丸ツアーが組まれてるわけですよそう考えるとねなんて贅沢な時間なんだと、はい、仕事って本来こうあるべきだよねと <laughs> まあそうかもしれないですねじゃあこんな贅沢な仕事はないしあの 仕事でこういう好きな人たちと好きなことがやれるでまあそれだけはダメよもちろんそれだけはダメでちゃんとこう結果としてあの番組良かったよね面白かったよねっていうちゃんとあの視聴者の皆様のご満足に繋がらなければいけないんだけどそれはもちろんもう絶対的にそこはもう面白くしてくださる陽ちゃんがね まあ、全部うちゃんに頼ってるわけじゃないんだけどうちゃんとおうさんに頼ってるわけじゃないんだけど全幅の信頼があるこのキャスト陣で回れることの,この幸せですよ本当にねもうありがとうございますありがとうございます何でもございませんいやもうこんな贅沢なことがあるんだなぁと思ってねめちゃくちゃお腹空すいてるんですよだから今 <laughs> <laughs> めちゃくちゃお腹空いてて中途半端に食べるところダメだから僕今ね茶飲んでます <laughs> 最近茶がコンビニでで売られてるでしょそうですね割ともうほぼ都内いろんなところで見ますねヒット商品ですよねもうねあれはもうええー、いや僕もこの冬去年から今年にかけての冬結構コンビニでさ湯買いましたもん あ、買いましもう温かいお腹が好きすぎたりあと胃が痛くなったりした時なんかは温かいお湯を飲むことであの胃痛が緩和されるっていう、はいまあ、血液の循環が良くなってっていうことらしいけど、はい、っていうセリフがガリレオ先生に出てきたあ,あ <laughs> なるほど。 もこう年齢を重ねるごとに朝さゆっていう習慣が生まれてきましたねもうあそうはい特に冬はもうさゆですね鉄瓶で沸かしてるのあいや鉄瓶じゃないですけどあの普通に俺昔鉄瓶で毎朝さゆ沸かしてたなおっしゃってましたねあれなんですよまだ30代の頃だったと思うんだけど血液検査病院で血液検査したら鉄分がすごい足りないとはいなんか出血しましたとかって言われてはい いやしてないそんなえ僕そんな低いですかって <laughs> これちょっと原因がわからないのでとりあえずあの鉄分を多めに取ってくださいってい鉄分どうやって取ればいいんですかってそうですね、まあ、あの鉄瓶でお湯を沸かしていただくのが一番いいんですけど手間でしょうからあの本当に町の中華屋さんとかでいいのでそういうところでこうフライパンで、はい、あの肉野菜定食とか作るじゃないですか、はい あれも鉄分いっぱい入ってるらしいですよあそうなんですかうん中華鍋もう鉄ですもんねそうそうそうあれでもうだからレバニラとか最高ですよあのレバーに鉄分いっぱい入ってるんで中華鍋で炒めたレバニラはもう最強ですとはいでもその毎日そんな食べに行くわけもいかないそうですよねで鉄瓶買って毎日飲んでました普通に火にかけるコンロで火にかけるとか そうですそうです。<ー>でこれ大事なのが鉄瓶の内側がコーティングされてるものは鉄分が出ないんでダメなんです。はい、鉄瓶を買う時のポイントはあの内側がコーティングされてない鉄瓶を。ああ、それもあ,あるわかるんですよ、ね。ああ、それは見たらわかる。手触りでわかりますから見て、はい、見てわかります。<ー>でそれで沸かすとちゃんとこう鉄分が取れるので。はい。 でその鉄瓶をまず育てなきゃいけないんですよそ育てなきゃいけないんですか最初ね空だきしなきゃいけないんですはい空だきしたり一回お湯を入れて沸かして、うんえー、そのお湯全部飛ばしてみたいなそんなちょっと23回やんなきゃいけないへえそれ一回やれば、うん、その次からはもう普通にやっていいけどってことなんです、ね、そう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 ちょっとだけ育てなきゃいけないえ でも、そののぐらいの手間だろ別にああ全然全然鉄瓶なまあなんかちょっとこうただごめんなさい僕まだそこまで朝に余裕がなくてですねまあね、はい、鉄瓶で炭で白湯を沸かすなんてねリッチで贅沢じゃないですか嫌ですねそんなことしないんだよねやっぱりね人間は、はい、日々のなんかいろんなことに追われて、まああそうですねそんな中ですよ はい、この弾丸ツアーという素晴らしいリッチなスーパーリッチな旅が始まってるわけです、はい、じゃあまもなく到着ということなんで、はい、京都な京都の曲なんか京都の曲京都に似合う曲京都に似合う曲 まあちょっとこの春かけたのかなまだかけてないの。美しき花。時計人間よ。時刻は16時半になりました。今ですねまたロケが終わりまして先ほどその京都からヘリにヘリコプターあれおそらくパイロットキャプテン。 パイロットかなを含めると全部で9人か10人乗れる大型のヘリだったんですけれどもに乗って、えー、およそ1時間強をかけて富山空港に降り立ちました、えー、そして富山の山愛、はい、山中にある某有名店に足を運びましてここは何と言えばいいんですかこの界隈何都<年>市 富山県南都市なんかこう日本にこういう風景があるってのは知ってたけど全く来てなかったですよねこう渓谷というかね。山があって、まあ、山に囲まれていて谷があってそこに川が流れていて。 で今はもう本当に残雪ですけど雪が残っていてまあ相当雪深いんでしょう、えー、先ほどそのお店の方に伺ったら今年は記録的に雪が少なかったということですけどそれでも普段東京で生きている我々にとっては相当雪がまだ残っている状態で。 なんかこういうとこって来てなかったなっていう感じがしてます北アルプスと言っていいんですかではないこれは何て呼う人ああ違うんだ山脈というか連山というか立山連邦だ飛騨三脈ではあるね <laughs> <laughs> 北アルプスでもないし館山連峰でもないし平山脈でもない、はい、黒部ダムはいあ運転手さんこちらの方じゃないんですけど黒部ダムははい黒部ダム有名ですよね元新潟よりああ新潟寄りの富山富山の新潟寄りあ石川寄り石川寄り いやなんかやっぱりさこの上越日本海側ってこうあんま来てないんだよね人生でそうですよね,ねまあツアーでもちろん何度も来てんだけどその新潟や石川県、ね、金沢とかっていうのはでもこう、じっくり見て回ったっていうことはなくてあとこの 日本海側の良さっていうのが今になって染みてくるね,そ,ねそれこそあの志の輔師匠が富山に深山さん来てくださいっておっしゃってておっしゃってましたねはいなんかそれ以来ようやく足を運べたなという感じは師匠僕来ましたよ富山に <laughs> いやなんかちょっと すっかりこう見入られちゃったなこの富山県になんか川があって橋があって雪深い山があってさまあ今でこそこうやって春になってきたんでね雪はないけどこのその家々端正な家々が多いですよねなんかね造りがね古い日本家屋がでもこの 豪雪雪の重さだったりとか雪が積もらないようにこうキリッとしてるよねなんかこう家々がねこれだって中途半端になんかこう雪ががっつり積もっちゃったら家潰れちゃうでしょですよねなだからなんかね古い建物も新しい建物もなんかキリッとしてんだよねこう直線的で。 あの家の外壁もねあの白壁とあの木の漆喰がこう直線的でなんかこうすっきりしてるデザインでね古くからこの地に育ってきた暮らしの知恵がそれぞれにこう行き着いてるんでしょうね家々にね。 で畑もねこの段々畑が綺麗にこう水平に耕やされていて、はい、この水平ってどうやって水平を保ってたんだろうね段々畑のそうですよねこれ相当難しいと思いますけどね肉眼だけでやってたらわかんないもんね何かあるんでしょうねテクニックが水のたまり方とかそういうやつじゃないですか<ー>こう。 ね、水は低い方に流れるわけだから、はい、やっぱそれが水がこう偏らないように真っ平らにちゃんと作られてるんでしょうねなんか知らなかったな分かってなかったないろんなこと <laughs> なんか都会ばっかりを目指してさ、はいはい、まあ 日本人だけじゃなくって世界中そうなんだろうけどねえまあ全員が全員そうとは言わないけど若い時っていうのはやっぱり都会っていうのを目指してさふるさとを出て都会へ行くもんだけどおそらく富山の生まれ育った方でも都会を目指すんでしょう一度は。 富山の方が行くのは、新潟なのか、大阪なのか、ちょっと聞いてみていただいていいですか。はい、富山の方がこう、はい、都会にまあ遊びに出るってなると。新潟に行くのか、それか大阪とか。関西コンペに行くのか。関西。関西が多いんじゃないかと。おお。 特急がなくなくっっちゃったらしい陸路っても普通に車で来るとかあ車はありますね。結構夕方も時間かかるんです,んですねうん。えー、じゃあやっぱり関西の方によく行かれるとう、うん、そうなんですねいやなんかね本当にこう 都会を目指せばいいってだけじゃないなっていうのがだけど若い時っては都会を目指してほらちょっとこう写真撮りましょうよこの、はい、この抜けを見てくださいよこの抜けお願いしますいやいやもうなんか「もっと知ろうよ」 日本海側って感じですよそうですすよそうねい知,らないこと知らないこといっぱいあるねなんか都会ばっかり見てたな食べ物もさっきのところもすごい美味しかったいやめちゃくちゃ美味しかったですよ、はい、じゃあそんなね改めてその日本海側のこのあ海の幸山の幸をいただいたあ道中でございますけどこれから次はなんと金沢へ、はい、うわ弾丸弾丸です えー、金沢へ向かいたいと思います。じゃあ、曲は。そうだな、またちょっと。ええー。西伊豆の歌ですけども。はい。ビューティフルデー。地底人ラジオ。さあ、今が夜の二十二時。まあ、二十二時十六分、東京に戻ってきました。ダニエルさん。はい。 えー、東京、京都、京都お、富山、富山、金沢、金沢、東京で総移動距離結局何キロだったんですかえっとですねあこれ今ラジオネームこれ決まってないんですけどヤングだああ、えー、っとなんだろうねサッカーでしょサッカーどこやってたんですか フォワードくんでいっちゃう。はい <laughs> はい。あのフォワードが調べてきました。あの新人マネージメントフォワードくん。はい。そんなえ天バリバリとってたの？まあ一応取ってはいます。<laughs> えー、イケメンだし背も高いしてって天も取ってたってそのあのベタなことを聞いてもいい？はい。モテたでしょ。やばポチポチ どんなモテ方してたのいや、でも本当、人並みぐらいで <laughs> 本当は <laughs> よく、漫画とかであるようなモテみたいなの全然ないですえっとですねこれはモテそうな人がずっと聞かれ続ける質問なんですよ <laughs> で、この返し次第では 男性からも女性からも好かれるかイケ好かないと思われるかどっちかなんですよ <laughs> 今のフォワード君の回答の、えー、受け止められ方ダニエルさん、はい、僕ズバリ言ってもいいですか、はい、イケ好かねえな <laughs> だって事実は否定してないんだけど、はい あの謙遜してるっていう状態でしょ、はい、これはまあそうですねイケメンの神様の子供の前でお伝えするのはあれなんてあれですけど、はい、多分何度もされてきた答えではあると思います。そうですよなんでこ,このでこの人生の中で何度も聞かれてるのに、はい、トークスキルを磨いてないんですよ <laughs> つまりそれは、はい イケメンの上にアグラを描いた生き方をしているということです。<laughs> あ、それでももモテて,てきたっていう。そう。だからイ、ね、け斯かないっていうあの印象になってしまうから、それ損だよっていうふうに僕は言いたいんですよ。勉強になりますね。なります。<laughs> だから僕みたいにちゃんと絵 <laughs> モテましたよと。<laughs> しかもバスが傾くぐらいにモテてましたよと。 なんかさやっぱそういうふうにしないとやっぱりこう今までやっぱりそのイケメンはいるにはいるじゃないですかああ<ー>、はい、あの PA,、はい、PA チームとか、はい、あとイベンターくんとか<の>イベントさんとかにもね<の>、はい、イケメンいますよいますけどやっぱりそのまあよく福山さんと 出会った頃はやっぱりあぐらかいてる印象はあったんですけど <laughs> そうだ、ね、彼らもそれでやっぱりすごいなんか、まあ、僕が偉そうに言うのもあれですけど、あのー、だいぶなんか印象変わったなって気はします、ね、あのー、イケメン専攻型だったけどイケメンっぷりの、えー、イケメン専攻に仕事の内容が追いついてきた時にやっとこういい感じのイケメンになるんだよね。そうですね その顔と、まあとスタイルとだけだとまあ割とすぐペラペラな感じが分かっちゃう時がありますよね <laughs> <laughs> あまあそのフォワード、まあ、フォワードくんがそうだと言っているわけではないんですけどそうフォワードがペラペラだと言ってるわけじゃないけど人は妬みがあるから何か悪いとこを探そうとするんですよそれで普通にしててもイケメンフォワードくんが普通にしててもいやなんかこの人はなんかちょっと。 絶対に性格が悪いはずだとかどっか悪いところがあるはずだって思うんですよ人は踏まえて多分トークを作っていかないと多分最初にフ山カんおっしゃった通り、そり女性からも男性からも好かれるっていうことは多分そういうことにつながっていくんじゃないかなというそういうことってなんか指摘されたりしてこなかったのフォワード君はやなかったですねはあ <laughs> これはねダニエルさん、はい、イケメンガラパゴス諸島ですよ、ね、<laughs> つまりイケメンの世界の中にずっと生きてきたんで、はい、だからガラパゴス諸島にいる動物たちは人間が怖い人たちだと思ってないんですよ、はい、あの守られて生きてるから、はい、だから人間にめちゃくちゃ近寄ってくるらしいんですよあのガラパゴス諸島の動物たちは邪気がないんですよ、はい、だけどそれゆえに脆弱なんですよね でどん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 こう絶滅の危機に瀕していくわけですよ、まあ、じゃあじゃあじゃあちょっとイケメンいかに真のイケメンになっていくかっていうのはこうイケメン道の話は今後まあじっくり続けていきましょう、まあ、この短い時間の中ではまだ説明しきれません老若男女から愛される真のイケメンオブイケメンパウンド・フォー・パウンドになるための お話はまた機会を見つけてでそのこの長距離の移動きょうそう距離なん何,何キロだったんですか、えっと、約千三百キロでした、ね、えそんなもん、ね、う俺も二千八百キロ三千キロぐらい行ってんだと思いますそんなもんそうですねまず東京から京都が五百十キロくらいはいで京都から富山 これまああのヘリ,ヘリで行ったんで直線距離なんですけど230キロ,230キロでそこからの、まあ、車移動がもろもろ合計です110キロでえっと金沢から東京までがまた450キロでしたで合計がが1300キロですへえんかもっと行ってると思ってた <laughs> 1300キロってさ、はい、えちょっとさあのー、イケメンフォワードくんさ、はい、日本からロサンゼルスまで何キロまあこれはな飛行機でねビヤンと飛んじゃうからなんだけど何キロあるの ?8884 キロめちゃくちゃあるじゃん <laughs> 8884 <800? S 2> キロ はあ、えっとニューヨークからロサンゼルスまでは直,直線距離で、うんえー、約キロですはあアメリカ大きいねーカモンベイビーアメリカだね <laughs> だってほら時差もすごいじゃん LA と,こう LA と N ニューヨークってさ。 えー、1300キロなのでもただあれですよね今日あのヘリ乗ったじゃないですかはいヘリ乗った後、琵琶湖でかっと思いましたねあ,のあれで地平線まで全部湖になってたんででもあれでも見えてる距離って本当にビビたるもんなんですねあの我々の視界というか そうね、琵琶湖は大きかったねそこからのあの,あの山々たちのなんか大意外と大自然なんだよね日本のう1 3 0 0キロしかないんだただまあ濃密すぎる本当、ね、分刻みで各所本当に。 1時間も入れなかったですねそれそれいやこれはそれを実現した TBS、はい、バラエティー班、はい、底力ですよねすごいなと思いましたいやすごいですよもう、はい、あっぱれというほかないですよねあの当日配られたいろんな資料があったんですけど はい、その細かさった言ったらすごかったっすねもう綿密なその時間とあと人の配置の動きとみたいなでここでこうしてみたいなでそれを全部頭に入れて現場を仕切る人たちもそうですしさらにそれを俯瞰で見るプロデュースもすごいと思いますしすごいですねバラエティー班ちょっとなんか圧倒されましたね

それダカもあったということなので、もう今日はもうラジオ終わりにしましょうか。そうですね、明日に疲れが残ってしまい、しかもまたお仕事があるんで、明日もそうですけど明後日またロケですよね。はい、またそうです。ね、続きますロケが。うわあ。結構早いしま結構というかあの五時六時ちょっとも下手したら四時台出発があるような。 これはさフォワード君、どうなの、うん、このスケジュールを体感してみていやー驚きましたねさすがにちょっとコメントが <laughs> あれちょっとすみませんイケ,イケメンのい上にあぐらをかいて生きてきたんじゃないのもしかして <laughs> さあじゃあ本日は、はいえー、ありがとうございました。お疲れ様でした明日もまた撮影ではありませんが、えー、お仕事がございます。僕のみならず本当皆さんもお疲れでしょうからう今日はなるべく、ねはい、早めに寝て、はい、明日のまたお仕事に備えましょう。うね、で明後日のデーフォンはで ありがとうございますで恵ンがさっき帰り道にあのー、これが来ましたおお第6話はいはあでで承知いたしましたですいじゃあ恵本頂いて分かります、はい、じゃあ曲ですよね、はい、えっとじゃあ旅,旅だなさっき「ビューティフルで」かけたから あもう一体どこにいて何をしてるのかもう本当に分からなくなるよという意味で「たまりクより浜田省吾さんのカバーですね弾き語りで「ミッドナイトブルートレイン」人ラジオいやーまあ本当に福山さんもあんな、ね、まあね、あのー、多分短期間ぐわって移動しながら撮った。 えー、ハードなロケスケジュールの今もう全く息が抜けない状態でニヤニヤしながらダニエルさんがマイクを向けてくるっていうそして帰りの車の中では新人マネージャーのフォワード君の、えー、イケメンいじりがあのだから時系列逆なんですよねこの間この知恵人ラジオであの盗聴だって怒られていたあのイケメンの上にあぐらをかいてちゃダメだよって大泉洋さんとかとみんなであの あの新人のマネージャーフォワード君いじってた。その前のまさにイケメンいじりの誕生ね。<laughs> バースオブイケメンいじりの瞬間を見たっていう。あートークってこうやって生まれてくるんだっていうね。<laughs> 貴重なそういう瞬間も聞くことができたっていうね。<laughs> えー、まあ、とにかく本当に深山さんありがとうございました。ミッドナイトブルートレインお届けしました。 さあインフォメーションですねこれも私総口が代わりに紹介させていただきます、ね、この地底人ラジオでも激しくいろんなお話してきましたけども福山さんがね主演されてます TBS 日常劇場ラストマン全盲の捜査官絶賛オンエア中大好評でございます、えー、あとドラマの公式 SNS の方では予告編の映像もアップされてますからねぜひそちらの方なんかもチェックしていただければというふうに思います えー、福山さん演じる全盲の FBI 特別捜査官南博美さんそして大泉洋さん演じる護道、えー、慎太郎さんまあこの2人に、まあ、さらにね、あのー、永瀬廉さん演じる護道泉さんその辺のこう因縁だったり絡みだったりその41年前のことがどういうふうに紐解かれていくのかっていうね、うんえー、あとまああのー、南さんと護道さんの,あのちょっと笑っちゃうような軽妙なシーンね。うん またなんかあの第2話、第3話と、なんかここもしかしてアドリブなのではとか、その辺をなんか探っていくのも面白いかもしれない、えー。見た感想とか、もしくは、ここってこうなんじゃないですか、裏設定とか、そういうね、えー、皆さんの考察なんかもぜひメールでお待ちしております。 ささあ福山さん今年の8月10日12日13日日本武道館 3days 公演開催決定しておりますとねあのいわゆるいつものアリーナだったりとはまた違う感じの武道館ならではのライブになるのかなというね声が出せる久しぶりのね発声ありで,で思ったよりも武道館まあ大きいんですけど意外と近いですからねうーん えー、その辺も楽しみですオフィシャルファンクラブチケット先行受付はこれからファンクラブ入会された方もエントリー可能になっております、えー、各詳細詳しいことは福山サルさんのオフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しております、えー、そちらをぜひご覧くださいインフォメーションでしたメールいただいております 兵庫県のりくちゃん十五歳女性の学生さん中三もしくは高一、高一かな、えー、ラジオ関西で聞いていただいておりますラジオ関西でお聞きの皆さんりくちゃんこんにちはじん私も以前ブロスに入りたいけど両親に言い出せないとふつおたは送らせてあい,ただあいらっしゃいましたね入りなよって普通に、ね、送りましたね <laughs> 言ってましたで、えー、この度ご報告があり、また普通を送らせていただきます。この度、ブウスに入ることができました !Welcome!Welcome! <laughs>、えー、母に言ったところ、えいえいんじゃない好きにすればとやいやそう。好きにすればと言われました。まあ、だいたいこういうことは、父に聞きなさいよと言われる我が家なので、恐恐るるお父さんに言わないとダメと聞いてみたところ、 言いたくないんなら言わなくてもいいんじゃない <laughs> いやいやお母さん何かあったのかなか <laughs> いいね <laughs> と言ってもらい父にもバレずに入ることができました <laughs> やっぱりそういう後ろめたいファンクラブなんですかねそ <laughs> <laughs> んなことないね、うんえー、相談に乗っていただきありがとうございました、うん、母には「絶対にお父さんには何があっても言わないで言ったら一生恨むから」と伝えました。<laughs> そんな恐ろしいファンクラブじゃないと思うんですけどね。こと。多いねそうなると父にどう伝えるのか我が家はラストマンを家族全員で見ているのでそこでちょこちょこにわせて「あれえー、リクは福山さんのこと好きなのかな?」と気づいてもらう作戦に出ているんですが1ミクロンも気づいてくれずいつ言い出そうか悩み中ですと。 絶対に今年はマシャのライブに行きます今年は生マシャに会うことを目標に人生頑張りたいと思います。マシャもお体に気をつけて頑張ってください。と。ねえいやだからさあのリクちゃんさこの地底人ラジオとかで得た、あのー、ラストマンに関する、えー、普通の人がね知らないような裏話なんかその時の福山さんの思いとかをペラペラ喋っちゃえばいいんじゃないしたら「ん,なんで陸そんな詳しいんだ」<laughs> たら「あみたいな顔を、ね、すると「 実はお父さん、あのー、私が福山さん好きだっていうの気づいたと思うんだけどということからお父さんも一緒にライブ行こうよ。あのね、えーまあ、これはまあ妄想ですけども娘というのは娘からあのお父さんって一緒にどこどこ行こうよって言われるのがこれはもう大好物なんですよ。ね娘にライブ一緒に行こうよって言われたらえ行っていいのかみたいな感じになると思うんで。 そういう風な感じで誘いつつの、えー、ファンクラブブロスに入会するとお父さんと一緒に行きやすいと思ってチケット取りやすいと思ってっていうあくまでも福山さんよりもお父さんを前面に出すお父さんファースト作戦っていう <laughs> ねそうしないとお父さんほら嫉妬あるからえそんなにうのお父さんもうだって同い年の福山の方がいいのかみたいな感じのことが出てくる可能性があるんで <laughs> 違うよ別腹だよみたいな感じのことね <laughs> お父さん第一だよ的な感じで。 行ってみればいいんじゃないでしょうかぜひまだブロス入会迷ってる方は入っちゃえばいいじゃないね <laughs>、えー。悩んでる方はまたメールなんかもお待ちしておりますさあ地底人ラジオ引き続き君からのメッセージをお待ちしております地底人ラジオを検索してメッセージをクリック、えー、投稿フォームに行きますからそこから送ってくださいさあ小原さん DSP さんあのー、もちろんね福山さんいらっしゃらないんでエンディングも福山さんの声にないわけですけれどもなんとここにもまた あの何年にもわたってエンディングのバイバイクを行ってきた中からこれディレクターの佐藤ちゃんが一番いいバイバイクをま私はあのほらこの知恵人ラジオの前の魂のラジオで福山さんがレコーディングをしていたなんかあのロッジみたいなうんなんかロッジみたいな場所があったんですよでそこでちょうどレッドバイブルーかなんかを レコーディングしてたかかなんかで福山さんがドラムでちょっと叩いてくれた覚えがあるんですけど、うん、そこであのその「魂のラジオ」をね撮ってる時に急に福山さんの中にあのバイク好きの福山さん降りてきて私はあの自転車好きの総口降りてきてでそこから福山さんのどしもネタですけども「やりたいライダー」っていうキャラクター急に降りてきて「やりたいんやりたいんやりたいん」って,てなんかそ,れそのキャラ急に降りてきて。<laughs> <laughs> でそっから急に「そういえばあのー、なんか挨拶とか作った方がいいんだよラジオっていうのはオリジナルの」ってなってだったら俺はコンバイクじゃないかっつって「じゃあ私はコンバイクルですかね」みたいな、はい、で最後はじゃあ「バイバイク」だろうってなってその誕生の瞬間がそういうところにあったんですよそうでしたね私の中ではその「バイバイク」が一番ピュアな「バイバイク」だったんですけども <laughs> ワンテイク目のファーストテイクの。はい 佐渡ちゃんの中にそれに勝るとも劣らないバイバイクがあるって言うんですかこれあると思いますし、ええ、探すとかじゃなくても,も<う>あ、あれ,あれねみたいなどうせまた先々週でスとかなんじゃないの分 <laughs> <laughs> かんねえだろっつってほんとですか<う>ではエンディングもあまたある素晴らしい素材の中から。 ディレクター佐藤さんが選んだ至極のお別れの挨拶で締めたいと思いますそれでは佐藤さんお願いしますそれではご賞はお願いします元気勇気 <laughs> ラストワンいやいやいや また印象が薄まっていくからなんか笑いの印象が強くなってくるから全裸<え>パンン一で全裸パン一で,で,ンで元気腕組みして元気勇気ラストマンっていう今日 <laughs> <laughs> いい胸筋してますねやっぱねあでもね、えー、ちょっとねトレーニングにあそ行けてないからね,<な>ねまあまあ週に一度はね行、ね、くようにしてはいるんですけど <laughs> い動いてる動いてるすごい動いてる<ん>左右,タイ右左右両方動いてるすごいな初めて見たこの動いてるの福山さんのやつが。 ごめんな。あ、ごめんな。筋肉と喋ってる胸筋と。左の大胸筋と右の大胸筋にちょっとね。いつも可愛がってあげられなくてごめんな。かまってやれなくてごめんな。大丈夫だよ。ドラマ頑張って。すごいですね。えまた来週、セイムタイム、セイムチャンネルでお会いしましょう。お相手は。元気勇気イラストマンでした。では、また来週まで、バイバイク。